株式会社和歌山放送は和歌山県を放送対象地域として中波放送をする特定地上機関放送事業者である。略称は WBS であるがロゴタイプが英字の小文字ベースであることもあり WBS と表記される場合が多い。JRN と NRN のクロスネット局1959年4月1日に全国41番目に開局した。 毎日新聞社が筆頭株主のラジオ放送局で毎日新聞の有効会社という位置づけである。そのため毎日新聞の紙面には当局の番組紹介が毎日掲載されており、また WBS でも毎日新聞の CM が放送されている。また WBS 本社内には毎日新聞の関係会社でもある MBS ラジオの記者詰め書がある。 地域密着型の放送を展開するため、平日日中のつながるワイド枠では、和歌山、田辺白浜、新宮の各放送支局ごとに異なる番組を放送している。このため、田辺と新宮の両支局に独自のスタジオが設けられている。2007年にヤンピースのネットを打ち切り、連れ持て、ナイトを開始、2009年には、 福山雅春のオールナイト日本サタデースペシャル、魂のラジオのネットを打ち切るなど、アダルト志向のような編成が目立っていたが、2010年春の改編で、連れもで、ナイトを打ち切り、オールナイト日本ゴールドで3年ぶりにネットを再開した。企業、団体は、当時の名称。出展。 1978年3月31日1992年3月31日から2003年3月31日月曜5時を起点とする24時間放送。ただし、日曜深夜0時5時はメンテナンスのため放送休止。また、12月25日と1月1日が月曜に当たる場合は放送休止をしない。この他、スタジオではないが、 直接送信書に送り出しが可能な非常用の放送設備が和歌山県庁南別館に設けられており、年数回、ラジオでお届け、県政最前線においてテストを兼ねて県庁から放送する。2021年10月現在。詳細は公式サイトの番組表を参照。自社制作番組は太字。平日朝、平日午前、平日昼。 平日午後、平日夕方、平日ナイターオフ、平日夜、平日深夜土曜日日曜日、その他は、同時ネット、は、時差ネット。TBS ラジオ制作、その他文化放送制作、その他日本放送制作、その他その他、番組制作会社制作の番組は、スバルプランニング制作、その他宗教番組、ありがとうございます。